ゼロクーポンを買い戻せは、ポール・アードマン執筆の国際金融をテーマにした小説。1992年刊行。1980年代のアメリカに巻き起こったジャンクボンドを用いての企業買収ブームと長楽、マイケル・ミルケンやアイバン・ボースキーらの逮捕劇などを背景に、その後の1990年代初頭を舞台とした金融・経済小説。 当時のアメリカ金融界や政治、経済情勢などがリアルに描かれている。時代背景は映画、ウォール街に近いが、作風やエンディングは全く異なる。原作者のポール・アードマンは、元銀行頭取も務めた、金融の実務家で登場する人名、事件名、企業名、金融商品などの多くは実在のものである。詐欺と、 証券取引法違反容疑で服役を終えたウィリーは再起を目指して新たなビジネスを起こす。手始めにサンフランシスコの中堅格付け会社を主中にしたウィリーはデリバティブを扱う新しいタイプの金融機関、つまりヘッジファンドを起こすことを思い立つ。リヒテンシュタインに認得していた財産を元手に、方々のつてで金融工学やプログラミング、ディーリングの優秀なスタッフを揃えて、 順調なスタートを切ったかに見えたが、デリバティブを扱うには、資本が足らず、相場行き詰まることは、明白だった。ウィリーは架空の地方ゼロクーポン債を発行する詐欺で、過小資本の解消に成功。万事順調と思われたが、そのトリックをシドニーラビッチュに見破られてしまう。くしくも、ドイツでは、金融危機が発生し、通貨切り下げが確実な情勢になっていた。 偽のゼロクーポンを買い戻し、シードと決別するため、ウィリーは丸く相場にすべてをかけることを決意する。1994年に新潮文庫から刊行。ありがとうございます。